オペラボールにて、純白のイブニングドレスと白のオペラグローブを着用するデビュータントイブニングドレスは、女性の夜間の正式な礼装。夜間の集会、歓劇、舞踏会、晩餐会などで着用され、夜会服とも訳されるノースリーブのドレスのことである。女性の夜の清掃とされ、男性のテールコートと対応なす。欧米では昼と夜の礼服が区別されており、これは、 白人主流派の先進国であるアングロサクソン諸国では、晩餐会、夜会、舞踏会、演奏会、演劇、オペラ、バレエ、ミュージカルの夜の時間が日本に比べて遅く、歴史、文化上細かな行事による、服装上の区別が厳格であった経緯による。ワンピース型の衣服で、スカート丈は、くるぶしまでの層丈か、靴のつま先が完全に隠れる長さ、 あるいはそれ以上の長さである。装飾性が高いドレスや舞踏会、また厳粛な行事などの場合は裾を床に長く引くこともある。原則として、袖はないベアトップキャミソールホルターネックなどのデザインになっており、肩及び背中と胸の上部を露出したものになっている。しかし、1987年のアメリカ大統領主催の日本国交大使館芸番参会における、 ナンシー夫人と、道子ヒのイブニングドレスのように、晩餐会という夜の場で、同伴男性がタキシードという夜用礼服でも、長袖で襟が詰まっている、イブニングドレスもあり、これは、個人の好みや、地域性、また、デザインとして様々なバリエーションがある。素材は、サテンクレープ、カントンクレープ、タフタ、ジョーゼット、シフォンベルベット、ブロケード、オーガンジー。 レースなど装飾性の高いものが用いられる。首元はネックレスなどで装飾され、屋外の場合は薄手のストールやケープを羽織ることもある。靴も金、ね、銀河、シュスなどの装飾性の高い色素材のもの、または服とともぎれの夜会靴が履かれる。イブニングドレスでは肘上まである長い手袋を着用するのが正式なマナーである。 ヨーロッパで最も格式高いダンスパーティーの一つであるオーパンバルと呼ばれる舞踏会では女性は純白のイブニングドレスに白のオペラグローブの着用が義務付けられている。ありがとうございます。